ランモバショッピング。さあ、それでは最初の商品の紹介です。よろしく頼むわね。今回ご紹介したいのはこちら、セージの帽子です。皆さん、戦闘中にタンクのキャラがピヨって困ったことってありませんか？あるわ。この間グニルがガードできなくなっちゃって、私の可愛い顔に傷がついちゃったのよ。おお、それは災難でしたね。ですがご安心ください。本日ご紹介するセージの帽子を使っていただければすぐに解決できちゃいます。それって本当なの？早く教えてちょうだいよ。もちろんです。使用方法は超簡単。まずアメルダさん、こちらをかぶっていただけますか？いいわよ。あら、結構可愛いじゃない。とってもお似合いです。それではそちらの帽子をかぶったままガードを使用したグニルさんの隣に立ってみてください。ふむふむ。それでは検証のお時間です。今回のステージでは衝突のスキルを持っている敵キャラクターがいます。こちらのスキルは相手を自分の逆方向へ2マス移動させ、移動力マイナスにガード不能を与えてくるスキルです。あ、こいつよ。こいつのせいでミッションクリアできなかったのよ。ですがセージの帽子をかぶったキャラクターがタンクに隣接していると、あら不思議、移動力マイナスもガード不能もついていないのです。本当だわ。どうして？こちらのセージの帽子、なんとあの移動力低下を防いでくれることで有名な世界樹の繊維を織り込んでいる特別なものなんです。世界樹、なんだかすごそうね。はい、こちらとっても貴重なものでして、冒険を始めた頃には滅多に手に入らないんです。ってことはこのセージの帽子もお高いんじゃ？いいえ、そんなことはございません。こちらの商品、今回頑張らせていただきました。通常 SSR でご提供のところ、なんと SR で販売させていただいております。 SR なら装備の強化や突破も難しくないから、とってもお財布にありがたいわ。セージの帽子はスタン無効、強化効果付与不能無効、移動力低下無効と3つの特徴を持っています。本来ガード無効の効果はないのですが、今回は違います。相手が移動力低下とガード不能を合わせたデバフを使用してくるので防ぐことができたんです。これでアメルダさんが怪我をする心配はもうありません。そして暑い夏場の戦場でも紫外線から守ってくれる幅広のツバ、多くの魔法使いや聖職者から愛される装備になっているんですね。すごいわ。私これ買うわ。ありがとうございます。ですが今回ご紹介したい商品はこれだけではございません。少し種類も多いので簡単に説明していきましょう。お願いするわ。それでは2つ目の商品はこちら、ウォーロックフードです。さっきのセージの帽子とは違って黒色の頭装備なのね。はい、こちらの商品はスタイリッシュな大人の魅力を演出してくれますよ。3マス以内にいる敵1体に魔法マイナス 30% を与えてくれるんです。え、じゃあ魔法攻撃が通りやすくなるじゃない。その通りです。これで倒しにくいと感じていたキャラも簡単に倒せるようになります。とっても便利だわ。セージの帽子とどちらを装備しようかしら迷っちゃうわ。同じような形で飛兵や水兵、弓兵や朝日の方にはこちらはどうでしょう。道化師の仮面です。こちらは2マス以内の敵1体に攻撃知力をマイナス 20% してくれるんです。あら、こっちはウォーロックフードとは逆に相手の攻撃力が落ちるからタンクが倒れにくくなって便利ね。おっしゃる通りです。他にも移動力を上げることができる増速のブーツはロングヒット商品です。どれもこれも欲しくなっちゃうわ。なんとですね、今回紹介した商品すべて SR となっています。本当に？なら全部揃えても全然問題ないわね。はい、 SSR 装備が足りない序盤、ストーリーや女神の試練等で見つけた際には間違えて連携しないようお気をつけてくださいね。他にもアクティブスキル使用不能を防いでくれるルリのフォージュ、固定ダメージを防いでくれる瞑想の指輪、また魔法のステータスを攻撃力に換算して戦うルナさんにぴったりなウォークコートなど、便利で集めやすい SR 装備はいっぱいあるので注目して育てていきましょう。ちゃんと育った SR 装備は育成できていない SSR 装備より強いです。序盤は SSR 装備を拾ってもなかなか強化や突破をできないので、うまく活用していきましょうね。ええ、これで放置していたストーリーを進めることができるわ。さあ皆さん、こちらのこだわり SR セット、普段であればお電話つながりにくい場合もあるのですが、番組終了から30分のみオペレーターを増やしております。このお時間のみなんと1点につき2スリル200個で販売しております。お買い得だわ。皆様ぜひぜひお電話お待ちしております。
こんにちは。本日のニュースのお時間です。本日より女神の試練ガルパイス店がオープンします。オープン前日のお店へお邪魔して、最近の流行りの服装やおすすめアイテムなどをお伺いしてきました。こちら店長代理のあずささんです。こんにちは。こんにちは。やはりオープン前日ということで、店長さんは今大忙しですか？いいえ、あの人はいつものことですので、今日は私が代わりに一生懸命説明させていただきますね。ありがとうございます。まずはこちらをご覧ください。スポーティなトップスからフェミニンなワンピースまで様々に取り扱っております。すごい量の商品ですね。特に当店でおすすめしておりますのはこちらのコンクルージョン。なんと来店していただいたお客様の半数以上がこちらの商品をお買い求めになられています。こちらの商品は装備者の HP が 100% の時、ヒダメージを 40% 軽減してくれるんです。 40% ものダメージをですか？はい、例えば回線と同時に大ダメージをもらっても生き残る確率が上がりますし、ローゼンシルさんやティアリスさんと出撃することで攻撃を受けた直後にスキル効果やタレント効果で回復、また HP を 100% に戻すことでさらにヒダメージを抑えることもできます。それは人気の理由もうなずけますね。ファッション初心者の方から上級者の方まで幅広く愛されているトップスですので、ぜひこれからご来店くださる方にチェックしていただきたい商品となっております。お次は大人気の世界樹の王冠です。あ、それさっき私見たわよ。聖樹の帽子のアップデート版でしょ。私も欲しい欲しい。あはは、はい、そうです。こちらの世界樹の王冠をお買い求めやすくしたものが聖樹の帽子です。こちらはよりふんだんに世界樹の繊維を使用しているため、基礎的な HP 魔防上昇ポイントも高く、さらに最大 HP10% アップの効果もあります。なるほど。そしてスタンや移動力低下を無効にするという効果は？もちろんあります。世界樹の最大のアピールポイントですからね。これは素晴らしい。合わせてこちらはアクセサリーです。世界樹の王冠によるセットアップが自身のコーディネートに合わないといった方はこちらをよくご購入されます。こちらの覇者の紋章は移動力低下を防いでくれる以外にも、攻撃、知力、防御、魔防低下を防いでくれるアイテムなんです。やはり戦場ではタンクが味方をかばえない事態が一番危機的な状況と考えられています。世界樹の王冠や覇者の紋章はこれを防いでくれるので人気度が桁違いですね。また当店ではスポーツ用品も取り扱っております。こちらの逸材の杖、魔法長距離射撃競技に正式採用された商品です。昨今の魔法長距離射撃での選手の技術向上は目覚ましく、補助具なしでも射程を通常選手の倍以上伸ばす方も増えてきました。こちらのアイテムは単体魔法攻撃スキルを使用の際、魔力の安定化を補助してくれるため、さらに遠距離まで攻撃を行うことが可能となりました。これでガルパイスの魔法使いたちはさらに自身の持ち味を活かせるようになったと評判です。どれも素敵なアイテムですね。ありがとうございます。オープン前に今のお気持ちを教えていただいてもよろしいですか？いろんなお客様にご来店していただき、ファッションの楽しさに気づいてもらえたら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。さてこの後は街に繰り出して女神の試練人気アイテムについて若者たちへインタビューしていきたいと思います。またその後はさらにお客様を2名ほど招いてファッションチェックコーナーを行いますので、チャンネルはそのまま。さあ行くぞ。街角アンケート、44人に聞いたあなたのおすすめアイテム教えてくださいのコーナーです。人数が若干複雑な気もしますが、気にせず参りましょう。ご協力いただけた総数なので、ランモバ TV は意図的な数値改ざんをしないので。というわけでやってきました、こちら商業の街鶴屋にて若者たちへインタビューしていきましょう。こんにちは。近日オープンします女神の試練ガルパイス店の街角インタビューをしています。突然ですがお姉さん、今欲しいアイテムとかってありますか？欲しいアイテム、そうね、やっぱりラグナロクよ。攻撃開始前に固定ダメージを与えられるから、コンクルージョンや巫女だって怖くないわ。自分が欲しいものというとずれてしまうが、天女の髪飾りだろうか。効果を選ぶことはできないが、味方にバフを巻くことができるのは便利だな。超絶スキルが使用できない時などには特に役に立つ。誰とは言わないが手に入れてこいと命令されていてな。フラワーハットだな。
回復手段がない時でも回復できるのはいいと思う。私に、冗談だろう。花の似合う女性を知っているのでね。贈り物にと思ったまでだ。スターレットカーテンが良いな。スターレットカーテンは回復スキルを受けると攻撃系バフも追加で獲得できる。弟にはいつも無事でいてほしいからな。欲しいもの、エルサリアサントルト麦ウイスキー。え、そうじゃない、コンクルージョンかな。倒されにくくなるし、でもお酒のが欲しいな。ゼルダはね、このお店がオープンしたらね、天中軍紋章を買い占めるの。そしたらみんなゼルダのバックスタブの餌食になるの。リアーナにプチシュグラーをプレゼントしようと思ってるんだ。福音みたいな単体支援スキルが1ターン伸びるからぴったりだと思って。というわけで様々な意見がいただきました。皆様ご協力ありがとうございます。インタビュー全体をまとめたものはこちら。まずは武器から。逸材の杖とラグナロクが人気商品でしたね。逸材の杖は単体魔法攻撃射程を1マス伸ばしてくれる杖。ラグナロクは戦闘前に固定ダメージを与えてくれる斧です。他には通常射程が3マスになるウルの長球、遊具のスキルを使用した際に弱化効果解除を一つしてくれるミッドナイトワンドなどが挙げられました。鎧は圧倒的人気のコンクルージョン、次が確率で火ダメージを抑えてくれるガーディアンアーマー。兜は世界樹の王冠の他に1ターン攻撃していないとき余スキルダメージや反撃ダメージを増やしてくれるキュールの怒り、味方の余ダメージを増やしてくれる王者の冠なども上がりました。最後にアクセサリー。圧倒的汎用性の高い覇者の紋章、他は皆さん結構バラバラで、インタビューで上がった剣中軍紋章の他に移動力バフがもらえるエンブレイスライトや防御力を上げつつ移動範囲を増やす高速度ブーツなど様々上がりました。どれも便利ですのでぜひ皆さんお買い求めくださいね。さて最後のコーナー、ファッションチェックのお時間です。講師はこの方、ブレンダさんです。あたいに任せなよ。ありがとうございます。ではまずは1人目、ボーゼルさん。ボーゼルといえばタレントで、視力の数値が魔防の 1.5 倍になる能力があったね。武器やアクセサリーを選ぶときは魔防が上がるものを選ぶのが良いってことだよ。ということで装備品はこんな感じ。武器は奇跡の杖、防具はスターマント、兜は球根の髪飾り、アクセサリーが剣中軍紋章。ボーゼルさんは範囲魔法攻撃を多く習得できるから範囲攻撃のダメージ量が上がる奇跡の杖を採用。スターマントは魔防上昇効果があるので着用。球根の髪飾りも同様に魔防アップ。剣中軍紋章、最初は魔防アップ率の大きい光のベルを使用していたのだけど、固定ダメージやアクティブスキル使用不能を防いでくれる効果が便利なのでこっちに変更しました。将来的には防具は専用装備があるので入れ替えになりますね。いいんじゃないかい。剣中軍紋章は少しドロップが少ない印象があるけど、他は比較的集めやすいし、エンチャントの微風でよダメージが増えるから使いやすそうだよ。ボーゼルさんのように魔防を気力や攻撃力に変換して戦う英雄さんは同じような組み立て方で装備を決めていきましょう。それではお次はこの方、シェリーさん。初心者ミッションをクリアすればもらえるキャラクターなので、よほどの理由がない限りはどこの剣中軍でもエース級の活躍をされているでしょう。いつもは SP スタイルですが、今日は比叡バージョンに戻していただいて見ていきましょう。武器がラグナロク、防具はコンクルージョン、兜がヨルムンガンドのマナコ、アクセサリーがドラゴンスレイヤーの紋章です。ラグナロク、コンクルージョンは今回の特集で何度も話題に出た人気装備の定番だね。攻撃を通しやすくし、こちらへの攻撃は通しにくくする。シンプルだけどとても強い組み合わせだね。シェリーは増援のスキルを携帯することが多いけど、このスキルは行動終了時に HP 20% 回復、つまり HP マックスを維持しやすいキャラクターということだね。コンクルージョンの効果がより得られやすいってことさ。兜はこれにした理由が何かあるのかい。最近は疲弊で使ってないからだいぶうろ覚えなんですけど、シェリーちゃんは再行動回数が多くて一人で遠くまで行っちゃうことが多いんです。そうなると攻撃を受けすぎるといくらコンクルージョンが強くても大変なことに。というわけで攻撃を仕掛けてきやすい近くの敵の余ダメージを減らすことのできるヨルムンガンドのマナコにしてみました。なるほどね。最後はドラゴンスレイヤーの紋章、攻撃力が上がるアクセサリーをと思って使用してみました。普段は宵の星というラグナロクと似たような効果のあるアクセサリーを使用しているのですが、ストーリー上で使う分にはどっちかで大丈夫かなって。うちでは比較的ドラスレはドロップ率が多かったのでこれにしてみました。ちなみに同じ攻撃力アップだとドラゴンスレイヤーは飛兵特攻、罪人の歯車は騎兵特攻、
裁きのルーンだと僧侶特攻となるから複数種類持っている人は特攻内容で選ぶのもいいと思うよ。ありがとうございました。というわけで本日のニュースは女神の試練特集でした。皆さんの手にも素敵な装備品が集まりますように。それでは本日はこの辺でまたお会いしましょう。というわけで皆様、この謎の動画をよくぞここまで見てくれてありがとうございます。今回はツイッターで自分が初心者だとして欲しい装備を教えてくださいという募集をかけて集まった意見をもとに動画を作ってみました。普段適当プレイしている私だけの意見と比較したらきちんとなっているじゃないかしら。今回の動画良かったなとか頑張って作ったなと思ってもらえた方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。既にしてくれている方はありがとうございます。次回以降も頑張ります。ではでは。